それでは感謝デーの食事ですね、いただいてみたいと思います。今日はうどんです。普段はご飯らしいです。ごちそうさまでした。入浴料と食事がついて1300円です。で、入浴料が800円。だからこの食事自体、まあ500円ってことですね。で、今、まあこのセルフのコーヒー飲んでるんですけど、これ150円って一応値段は書いてあったんで、まあ逆算するとうどんこれ350円っていいのかな、うん、なんかもうお風呂入るの前提ですけど、お風呂入るのもう確定の人にとっては確実に安いランチだと思います。
はい、萌川温泉に入ってみました。すごいいいお湯です。暑い、もう体ポッカポカ。今風呂から上がって15分ぐらい経ってるんですけど、まだ暑いです。ここすごくいいんで、皆さんもよかったら来てみてください。ではまた。Thank you.